い、皆さんこんにちは、ワンダリグルビーです。では今回は大戦略大東亜攻防史3、こちらを新しくプレイをしていきたいと思います。まあ、大戦略シリーズはね、日本のストラテジーゲームとしては、大変有名なゲームになっていると思います。プレイしたことある方ない方いらっしゃると思うんですけども、お気づきの点とかあればですね、アドバイスとかコメントとかいただければ嬉しいなと思います。では早速ニューゲームからプレイのを始めていきましょう。いわゆるヘックス型の戦略シミュレーションゲームになっていまして、選べる陣営が3つあります。で、実はこちらはですね 3DS でも出ていて、 3DS 版の場合はですねソビエト、ソ連も選べるという仕様になっているようなんですが、今回は PC 版でプレイをしていきますので、日本、アメリカ、ドイツの中から選べます。難易度は2つですね。通常か難関かということになります。で、今回チュートリアルをプレイしただけになりますので、まずはね、大日本帝国で通常難易度でプレイの方をしていきたいと思います。世界中でくすぶっていた戦火の火種は、ドイツ、日本、イギリス、アメリカ、ソ連などを中心に燃え上がり、瞬く間に世界中へ広がっていった。欧州ではドイツ軍がソ連、イギリスなどに対し大きな戦果を上げ、太平洋では日本がアメリカに対して宣戦布告、大東亜共栄圏の建設を目指して邁進した。ここに世界中を巻き込む人類史上最大の戦争が勃発したのである。はい、シナリオの導入部分ご覧いただきましたが、ここはですね1937年から始まります。いわゆる盧溝橋事件からゲームが始まりますので、そこからプレイをしていきましょう。で、盧溝橋事件を選ぶと、まずインターミッションといういわゆるですねゲームをするための準備する画面になります。で、3つ編成地図、投資とありますが、まだ一番最初なので、投資は実際には何もできないような状態になっていました。で、地図はですね、今ご覧いただいたものと全く同じものが出てきます。で、編成がですね、何を戦場に投入するか、そして何を生産するかっていうのを選ぶ画面と、あと搭乗員をね、選べます。例えば分かりやすいところで言うとですね、この川本五十六さん、ピンときた方いらっしゃるかもしれませんけども、これ山本五十六のことですね。何なんでしょうね、何かの関係で本名が使えなかったのかな。山本五十六じゃなくて川本五十六っていうね、何ともこう面白いいじり方をしているなという感じがするんですけども、それぞれにですね、得意兵器と能力が割り当てられていて、当然、山本五十六に関してはですね、大和型とかね、その他、海軍系のものが得意兵器になっています。ちなみに、北雲忠一さんはですね、空母系ですね、得意兵器。実際にはね、南雲さんは、水雷戦の達人という夢を持っている通り、水雷戦畑の人だったようなんで、ここに出ている得意兵器は全部空母なんで、異名と得意兵器がアンマッチだなっていう印象はありますね。その他にもですね、有名な、エースパイロットとかがね、ずらっと並んでいるっていうような状態になります。では、続いてですね、ラインなんですけども、これラインがいわゆる生産ラインですね。戦場に画面を映した後にどういう兵器を生産できるかというところです。で、これもですね、一応新設設計にはなっていて、いわゆる戦闘機、航空機系ですね、あとは陸軍系、そして海軍系というふうにね、見やすくパレットを編集することができるようになっています。では今回はですね、デフォルトの生産パレットで特に問題はないかなと思いますので、航空機系はですね、93式の陸上攻撃、あとは93式の陸攻、96式の艦爆で、陸軍系になりますけども、速射砲、あとはトラックですね、もちろん歩兵も動員します。このマップには海軍系はありませんので、航空戦力とね、陸軍の戦力だけで、十分かなと思います。
では登場員をせっかくなんで当てがっていきましょう。海軍以外はねちょっと勉強不足なのでぜひ皆さんのお知恵をお借りしたいところなんですが、石本鉄造、天下の老人、火力1、回避プラス5、命中率プラス5、これ初期設定にしてはかなり高い設定になっているんじゃないかなと思います。じゃあ彼を爆撃機乗せましょう。ドラッグ&ドロップで乗せられます。あとは平井光義かな、彼も乗せちゃいます。その他ユニットですね、一応詳細情報を確認しながらユニットに当てがっていきましょう。はい、では一通り編成を終えました。変えたところは戦車をね、8級式中戦車、あとは9号式の重戦車を入れています。でその他で言うとですね、航空戦力に関しては基本的には全部爆走にします。雷走にする必要は全くこのマップではないと思いますので、全て爆走できます。一応マップに出てからもですね、武装の変換は可能なんですが、武装の変換マップ上でやるとコストがかかるので、出撃前にこれを行っておくということをやりました。ではこれで早速マップ出撃していきましょう。作戦開始です。勝利条件については敵の根拠地の制圧または敵部隊の全滅ですね。根拠地は全てのマップで一つずつ敵と味方に用意されています。で、都市に関してはご覧のようにですね、帝国軍が都市1、飛行場1、中国国民党軍が都市2、飛行場1という初期設定になっています。竜王廟付近で演習中の我が軍に対し中国側から複数の発砲があった。両軍代表による合同調査団を派遣し交渉中だが、再度の発砲により連隊長から砲撃開始の命が下った。さらに第8中隊が国府軍部隊に向けて前進を開始したところ、中国軍から猛射を浴びている。シナ駐屯歩兵第1連隊はこれに応戦を開始した。はい、では早速マップの方を見ていきましょう。操作なんですけども、一応マップのね拡大縮小なんかはできます。で味方がですね、一応ここに根拠地が用意されています。画面少し小さいかもしれませんけども、根拠地を選ぶとこんな形で先ほどと同じ生産ライン搭乗員画面を見ることができます。で青く囲われているのが、まあ、帝国軍側の、占領してある場所というところですね。赤くなっているのが中国軍側になります。中国軍側の根拠地がここにありますね。では早速ユニットを出していきましょう。攻撃機から飛ばしていきます。結構ですねシビアになっているところがあってですね、燃料が尽きると墜落してそのユニットは失われます。このあたりは、ギレンの野望とかに比べると少しシビアなね、ゲームチューニングになっているのかなというふうには思いますね。ギレンの野望なんかの場合にはね、例えば燃料切れを起こしたとしても、そこで墜落するユニットが失われるっていうことはないんですが、この大東亜攻防士大戦略についてはもう本当に完全に失われます。何をすればいい？なので常に燃料についてはね気を配っていく必要があります、ね、では全部隊出撃していきます。で占領はですね、ギレンの野望だと1回で終わると思うんですけど、一応1回で終わらなくてですね、何回か継続してその場所に居続けることによって、占領が完了するとかね、そういうものになっています。あとスタックみたいな概念もギレンの野望と違ってないですね。よーそろー。一応ですね、北雲忠一さんと山本、いや違う、川本五十六さんも経験値ためるために慣れない内容になるとは思うんですけども、一応ね出撃をしてきてもらっています。ではこのまま進軍していきましょう。一旦全てのユニットを出撃させました。
全てのユニットの操作が終わったら、出撃移動フェーズが終了になります。でそうすると生産フェーズになりますので、生産フェーズで、足りないユニットをね、先ほどの生産のラインに載せたものの中から選べるようになります。今回は特に生産の必要はありませんので、ここはスキップしましょう。これでターンが終了します。ターンが終了すると敵側が同じことをやってきます。で敵が攻撃を仕掛けてきたのであれば、これに反撃をしていきましょう。で今回はですね、機銃相当するのか、あとは250キロの爆弾を攻撃するのかなんですけども、爆弾を使って敵の歩兵を潰していきましょう。国民党軍の歩兵が敵です。戦闘のねムービーも一応用意はされています。これ爆弾を落としたという描写ですね。機銃相当の場合には機銃相当するように変わります。一応ここも爆弾で攻撃していきましょう。できるだけね、歩兵同士の白兵戦にならないように、味方が航空戦力を使えるうちに航空機を使って敵をね叩いておきたいという内容です。まだ燃料は残ってるかな。画面の右下に燃料60分の42と出てますね。ただですね、武装に関しては1234の3番250キロ爆弾の残りの弾薬がゼロになってるので、もう爆弾での攻撃ができないという状態になってますね。行動開始だ。では今度は攻撃で機銃相当を見てみましょう。先ほど爆弾使って爆弾がゼロになったので、もう攻撃ができるのが機銃相当のみですね。こんな感じでね、機銃相当にムービーが変わるという内容です。ここまでだな。これで敵のね歩兵を撃破したという描写です。では進軍していきましょう。よー、これで2部隊目撃破ですね。今ちょっとスキップしてしまったんですけども、飛行機同士の支援攻撃が発生しました。なのでユニット同士で、近づけておくといろんなプラスの効果がありそうです。せっかくなのでね、ちょっと陸軍の兵器弱いので勉強しながら進めていきたいと思います。9号式の重戦車ですね、カテゴリーは重戦車になっていて、生産ターンに6、これは6ターン後に生産を指示してから戦場に送り出せますという数字ですね。で武装ですけども、94式の70ミリ戦車砲、37ミリの戦車砲、あとは91式の 6.5 ミリの機関銃を装備してますね。それぞれ当然ですけども、ゲームなので命中率とかそういうものも設定されています。もちろん対地対空対戦という形で適性もあるので、適性に合った攻撃しか敵には当たらない、選択できないというふうになっています。で説明を見ると一応ねちゃんと、その兵器の説明も読むことができます。試作91式戦車をもとに開発された多砲塔重戦車、中央の砲塔に70ミリ砲、全部砲塔に37ミリ砲、後部銃塔に機銃を装備、重量が大きく性能は不十分で軽中戦車の調達が優先されたこともあり、4両しか作られなかった。この4両しか作られなかったこの重戦車をこの戦場に送り出してきた僕のセンスってどうなんでしょうね。で一応ね、経路図、いわゆる開発の、ツリーと呼ばれるようなものですね。今戦場に送り出したこの9号式の重戦車の次には超重戦車多い5式の重戦車チリへとさらに進めていくことができます。これはお金を使ったりすることでね、開発していくという内容です。続いて89式の重戦車オツ型ですね。これも説明読みましょうか。初の国産実用型戦車、軽戦車として開発されていたが、開発中に重量が10トンを超えたため中戦車に区分された。29年に採用され、32年の上海事変で初陣を飾り、
おお、戦車もね、あのゲームいろいろ出てますからね、海軍のゲームばっかりやってるんで、これを機にできるだけね、陸軍の兵器に、まあ、特に戦車になると思うんですけども勉強して自分のね知識の幅を広げていきたいと思います。まあ、大東亜共栄圏についてはどうなんでしょうね、賛否いろいろあるとは思うんですけど、個人的にはまあ、いわゆる列強、欧米列強のね、植民地政策に、まあ、抗おうとしたという点では、まあ、当然日本人だというのも差し引いてですけど、ある程度ね評価されてもいいのかなとは思うんですけどね、まあ、皆さんのねご意見もちょっと聞ければ嬉しいなと思います。何のようだ。ではトラックから出して戦略進めていきます。まあ実際ねアジアの中には親日国というのもありますからね、まあ、その最たる例、としては、まあ、タイだったり台湾だったりね、そういう、まあ、日本に対して、まあ、好意的な人たちというのは当然一定数いるので、まあ、そういう方たちはね、まあ、大事にするべきなんだろうなと思うんですけど、一方でね、まあ韓国とかそういうお国もいらっしゃいますからね、まあ、何度かお話してることありますけど、僕はね韓国あんまり好きじゃないですからね。さあではここにいる中国軍撃破していきましょうか。戦車を使って攻撃していきましょう。武装は戦車砲か機銃か。戦車砲よりも、まあ、機銃の方が歩兵には有効かな。攻撃していきます。である程度削ったら歩兵で白衛戦を仕掛けてとどめを刺していきましょう。敵も戦闘機出してきましたね。ハドソン、これ撃墜していきましょう。これはこのゲームでは初の戦闘機同士の航空機同士の戦いですね。確実にね航空機は我々の弊害になりますからね。倒していきます。スタックはないよって話したと思うんですけども、地上軍と、航空機はスタックさせることはできます。歩兵を3つ並べるみたいなことはねできないようになってます。A29A ハドソンってどこの戦闘機ですかね。イギリス軍とかかな。結構強くてなかなか撃破できずにいますね。こちらは攻撃機なんで、まあ、戦闘機ではないというのはもちろんあるんですが、戦闘機を用意しておいた方が良かったかもしれないですね。さあ敵の根拠地までやってきました。ここまでやってきましたので、この後じりじりとにじり寄りをしていきたいと思います。私だな。行動開始だ。はい、最後は敵根拠地を爆撃で破壊して戦闘画面終了になります。ちょっとハドソンが気になるのでゲーム終わったら調べておこうかな。戦闘画面終了後はですね、作戦の時間と、まあ、これ単数のことだと思いますが、あとは占領した都市の大きさ数などによって収入が決まるというところになります。で報酬を生産したら次のステージに進むという形になりますね。はい、
では今回はね、第1回目ということで盧溝橋事件をご覧いただきました。次回はまたこの続きをプレイしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんもね、兵器に関する知識とか歴史に関する知識とかもう何でも構いませんので、動画のコメント欄もしくは僕のツイッターの方まで、お寄せいただければ嬉しいなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきます。